島に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ、よく聞け。腕に覚えの者あらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、手を離せ、島を守れ、かかれ。私の敵仲間が、この命に代えても前進せねばなるまいぞ。御下司よ、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。猛虎どもの新手だ、切り捨て。ちょっとさあ、
我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。もう子供。
誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬのためね。お目を出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。どうする？こっち待って。助けようなんて思わないで。民の命が。シム、知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが酒井陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。
あいつらに見つかっちまう。道か八かだ。待って、荷車が。今だ。万兵だ。屋根に登るしかない。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。こっちだよ。太刀を買ったやつはこの先に住んでる。いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。太刀さえあれば。家の中に隠したの。どこかにあるはず。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め、命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。撃ってこい。わしに当ててみよ。近くに来い。よろしい。さように戦えれば仇をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それから滅多打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者を敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ
直撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。焦ってはならん。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。わしがついたら避けるのだ。うまく避けた。良い切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ陣。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。見つけたんだね。馬はどこにおる。
馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。クレンたちも取り返した。ちょっと一人も逃がすでない。何したって言うんだ。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじゆえがお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじゆえをお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。ノブ、マコトの心。地頭は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。
ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。志村殿を返してもらうぞ。志村殿を返してもらうぞ。そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。うん、ちん。さあどうする、酒井陣。若様、そろそろです。ああ、今参る。
島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は。ご本人がお伝えくださいましょう。助かったユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。仁、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。父上、お導きくださり。